はい、皆さんこんにちは。今日は、声楽コースから、全日本、学生音楽コンクール声楽部門の課題曲日本歌曲について、ワンポイント解説をしてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。まず1曲目、山田耕作の鐘が鳴りますをやりたいと思います。では曲の、シチュエーションについて少し、お話ししてみたいと思います。これ、鐘が鳴りますですけれども、山は寒空遠明かりと出てきますが、季節は晩秋ぐらいでしょうかの時刻は何時頃かというとですね、鐘が鳴るんですね。これが暮れ六つの鐘といって午後6時頃になる鐘です。で、昔の、にはですね、鐘の鳴る時間が決まっておりまして、お昼、ちょうど正午は馬の刻と言いまして、昼9つに時間に鐘が鳴ります。そしてその次、羊の刻、昼八つの鐘と言うんですけども、午後2時頃になります。皆さん、おやつって食べますよね。おやつというのはこの午後2時頃に食べるからおやつというんですね。それからその後下りまして、猿の刻、昼7つ。そして鳥の刻のことを暮れ六つと言います。午後6時。日が暮れますよね。暮れ六つの鐘、ちょうど暮れ六つの鐘の時にここ男の人ですね、その外にいて、女の人が暮れ六つの鐘、ご飯を食べて、で外へ出てきて会いましょうというですね、約束をしてきているんだけれども、でも、なかなかね、女の人は外に出られない。で、一つ星、一番星がもう輝いているのに、なぜあなたは出てきてくれないのだろうかというふうなことを歌っている。山田耕作作品の大きな特徴としましてはですね、山田耕作実は東京音楽学校の声楽科の出身なんですね。ですから歌いたいことが全部書いてあります。なるべくここに書いてある楽譜に書いてあることを表現したいということがあります。でこの曲に関しては、五音音階で成り立っていて民謡調だということが特徴に挙げられるかと思います。民謡調でその歌い方なんですけれども、何度も楽譜にこの後の茅の木山のにも出てきますけれども、エジターレという言葉が出てきます。これなかなか普通の音楽用語では出てこないんですけれども、イタリア語でためらうとか躊躇するとか迷うとかいう意味があります。ですからその時間を少し使ってためらうように歌うというのがこのエジターレの特徴です。それから、鐘が鳴ります。この民謡調ですので高打音、木山にっていうふうに抜いて歌うところがあります。ここが何度も出てきますので、これをうまくやりたいということがあります。はい、それでは、前半の部分を羽生先生に歌っていただきます。どうぞよろしくお願いします。ように、鐘が鳴ります。茅の木山のところにポークエジターレがあります。エジターレして元に戻して、それから最後にもう一回リタルダンドをして、木山にという高打音、拳のように歌います。手ミュートがあるところ歌っておいて、あと軽くします。同じことが、サムゾーラのところもサムゾーラー軽くします。とわかねというふうに歌っておいて高打音を軽くする。そうすると拳がついたようになりますので、そういうふうに歌います。
それでは後半です。一つ星さえ、これは一番星のことですね。ちらつくものをとありまして、なぜにというところがあります。ここデリカティッシモって書いてありますけれども、繊細に歌うだけではなく、ちょっと時間をかけて、デリカティッシモ歌っていただいて、それからちらりとも出て見えるなので、このちらりというところ、ピアノにアルペジオがあります。時間をかけられますので、そこのところちらりというところをきれいに表現していただきたい。それから最後、見えぬというのは否定語です。出てきてくれないことに対する相手をなじる気持ち、責める気持ちというのが見えるように歌いたい、というところでございます。で最後に、ピアノがキラリと音が動くところがあります。これは星が光る音です。光るのを示す音です。それをちゃんと出したいと思います。それでは、歌っていただきたいと思います。続きまして、茅野清山のワンポイント解説を行いたいと思います。これはですね、とても特徴的なところが2箇所あります。そこを取り上げたいと思います。まず、最初の方ですけれども、山鹿のおばさは伊織端というところがあります。ここを見ていただきますと、パルランドって書いてあります。喋るようにというふうなことになっています。ここのところのテンポ設定がちょっと変わる。でその後、簡単度アンコーラ、もう一度して、ね、しっかりと歌う、簡単度するっていうふうに、書いてあります。ここのテンポの動かし方を少し勉強してみたいと思います。はい、それでは歌っていただきます。よろしくお願いします。少しテンポが締まります。ここをゆっくりやってしまいますと、すごく間延びをするので、少し気をつけていただきたいというふうに思います。それではそれに続きまして、かやのみかやのみそれはぜたというところをやりたいと思います。これなかなか難しいんですね。で、はぜるので火にかけてあって、栗の実が弾けるようなことのと同じような感じになります。で、それはぜるというところがピアノになっています。かやの実って小さいので、栗の実よりも小さいので、そのかやの実の小ささを表現していると言われています。そのところ気をつけていきたいのと、アテンポ、そしてモルトリテヌートっていうところの差を出していただいて、見本を見せていただきたいと思います。ヨシキリの解説をしたいと思います。ヨシキリというのは鳥の名前です。
ヨシという草をですね、くちばしで、切って、しまいますので、それを表してヨシ切りというふうに言うんですが、漢字で書くとこういうふうになります。仰々しと言います。なぜ仰々しというかというと、鳴き声がギョ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 っていうふうに聞こえるので、仰々しというふうに書いてあります。この曲の中で何度もピアノが、その音を表しているところがありますので、そこはちゃんと鳴き声のように弾いていただきたいというふうに思います。それから、ヨシ切りがこの文章の中で5回鳴きます。自分が昔遊んだ河原に、行って、故郷に戻ってきた時に、河原に行った時に昔と遊んだ時と変わらず、ヨシキリは泣いていると。でも今自分は変わってしまったと、少し後悔だったり胸が痛んだりします。その気持ちを泣くというふうに、ヨシキリが泣くのと自分の心が泣くというのを掛け合わせて、この詩に書いているということがあります。それをしっかりと表現したいというところがあります。そして最後、耳痛く鳴く。胃の母音が続きますので、耳痛くっていうふうになると何を言ってるか分からなくなりますから、そこはしっかりと耳痛く鳴くというふうに歌って、もらいたいと思います。それでは歌ってみます。はい、それでは途中から歌ってみたいと思います。お願いします。途中、変わることなしというところがございました。ここは、本当に変わらないということを、時間が経っても変わらないということを表したいということと、ピアノの伴奏形も落ち着いていますので、ここは慌てないで歌いたいというふうに思います。そして最後の耳痛く鳴くというところは、しっかりと強調して歌っていただければと思います。これでワンポイント解説して終わります。どうもありがとうございました。